せーの、フォンシュ。やめて、逆。はい、ということで本日も東京芸術大学に来ております。うわ、嬉しい。本日の企画、芸大生ブルーピリオドどう思ってんのでございます。一応皆さんに説明しておきますと、このブルーピリオドっていう漫画はですね、ヤンキー高校生が現役で芸大に合格しちゃう話。なんかあのサッカー見終わったオールスター後に渋谷が青く見えたとこだけなんかすごい記憶残ってますね。だって1話だもん。1話でやめてんだもん、お前。芸大行く前にまずブルーピリオド。ビリープルオド。芸大に通ってる人って、まあ、浪人だったり、受験時代がちょっときつかったりした人たちからすると、このブルーピリオドっていう漫画はトラウマになってるっていう説があるんですよね。よく聞きますね。結構いろんな人がそう思ってる。でも実際のところ、もう芸大生に話聞かんとわからないじゃないですか。で、ちなみに僕はトラウマになることを恐れて、受験中に買ったんだけど、1年温めて合格した後に読んだんですよ。なるほどね、怖いから。そっかそっかそっか。そうそう、だからブルーピリオドに対してやっぱりちょっと負の感じ方はあるね。だから他の芸大生はどう思ってんのかっていうのを今日聞いていきたいと思います。ファニー。はい、ということでおっきい男子3人組を捕まえました。今日は禁断の企画をしていまして、東京芸大の人たちにブルーピリオドってどう思ってるのかを聞くっていう企画をやっております。はい、ブルーピリオドはどんな印象ですかね、皆さんからして。いや、読んでないんですよね。読んでない。これかな。読んでない。あれ読んでないよ。実家に6巻ぐらいまで読む感じでもなく。それはなんで読みたくないみたいな。買った時受験期真っ只中で、あんまなんか。あんま読む気分。いや、わかります。読んでないですけど、表紙が好きだから読みたいなとは。あ、内容に関しては、内容はあんまそそられない。受験とか美術系の大学の内容を読んだところで別になんか、まあ、面白いんだと思うんですけど、まあまだいいかな。あ、俺の人生がブルーピリオドだみたいな感じ。いやまあまあ新美出身なんで、あの、出てたっていうので、あの予備校が一応モチーフになって出てて、そう、同じ予備校だったらしいです。そうなの。リアルブルーピリオドって感じで、本当に。まあ一度してますけど。なんか親がめちゃくちゃ読んでて。あ、なるほど。親が芸大受験するって言って、どんなところだろうと。で、親が読んでて、芸祭のこととか親の方が詳しい。芸大に通ってる人よりも通ってない人の方が楽しめる内容だから、やっぱ芸大生はあんま読まないみたいな感じかな。ブルーピリオドよりワンピースの方が読んですよ。あー、これですか。青ピースじゃないよ。ワンピースも読んでないんです。読んでないの。今9巻ぐらいまでで、今もうあの自分の中で救済してるんで、読んでない。ハンターハンターじゃないから。9巻は どこら辺で止まってます。いつ読んだかも覚えてないですけど、波が出てきてちょろっと。波が、それ1巻じゃないの。いや、でもコスプレとかじゃないですかね。それはカメラ止めた瞬間に謝るつもりで。じゃ最後に芸大生からのブルーピリオドについて、あの一言なんかガツで言ってやってください。頑張ってください。頑張ってください。まあ今度読みます。いや、僕ももう今度読もうと思います。今度読もうと。ワンピースも読もうと思います。なので本日ありがとうございました。ありがとうございます。ポニッシュ。学部1年日本画の奈々子です。あ、奈々子さんです。今日はちょっと聞いていることがありまして、東京芸大生ブルーピリオドってどう思ってるのって。あ、ブルーピリオド。いや、あの最近もちょっと読んでて、今ちょうど私の今の時期と同じタイミングでストップしたんですよ。で、その理由が、芸祭が終わった後の一課題目の内容が結構鬱なんですよね。すごいリアルで、で、その先を読んじゃうと、なんか自分もブルーピリオドに釣られちゃうんじゃないかな。ちょっと怖い。あ、そう、わかる。ただ、受験までの途中で言うと、日本側は結構現役がいないっていう有名ですし、もうちょっと苦労話欲しいなって。本当は主人公5郎ぐらいしてほしいんですよ。日本側って、太郎すればするほど受からなくなったりとか、何度やってもダメっていう苦労をもうちょっと書いてる。もうちょっとその最高峰なだけの確かに苦労みたいな。ポンと入っちゃったから。そう。まあ、逆にポッと入っちゃったからこそ、入ってから大変な目に遭ってるみたいな感じがあります、ね。うんうんうん、それは確かに。ボローした後だと、もう芸大入ると無双できます、やっぱ。いや、でも関係ない。関係ないんだ。全員上手なので、多浪すると受験絵画に縛られちゃって、突然自由な世界にこう放たれる、放り出されるわけですよ。確かに。その時に、なんか受験以外、
出ないどうしようみたいな、うん、大学入ってからのうつ話みたいなのもやっぱリアルなんですか。リアルリアルです。いや最近なんか他の科の友達なんですけど、もう本当ブルーピリオドっぽいエピソード持ってる子がいて、おお、なんだろう、まあ、みんなの前でこういうのをやりたいですみたいな、うん、はい、発表する時に教授が興味ないみたいな、うわ、え、そんなあんの、つまらないねみたいな言われるって、その子心折れたみたいな、でもやっぱさ、そ、芸大生とはいえ一人の人間だから、そんなこと言われたらやっぱ心にくるよね。ブルーピリオドについて一言ガツンと、なんか最後コメントとしてガツンと一言あればお願いします。浪人中のもうちょっと変えてほしい。そうだよ、浪人中もっと苦しめ。本日はありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ファニーズ高価格でいいな。旅行来たのこの4人で。ということで男女2人組に来てもらいました。工芸科1年生のなんだっけ、学部と工芸科1年生のコノムです。知ってます。デザイン科1年のユンです。知ってます。え、知ってるの。僕が通ってる喫茶店でよく本を読んでる彼女です。いやお前運命的な出会いしてるやん。その後2人で、あのアニメと言ってやめて、なんかストーカーみたいになってるから。本日はですね、禁断の企画を持ってまいりました。芸大生に聞くブルーピリオドの印象ということで、まあ、よく聞くのは好き嫌いが結構激しいみたいな、そんなよく聞きますね。ちなみにこの向からしてブルーピリオドは好き？いや個人的にはすごい好きですね。好きなんだ。よく浪人中も読んでて、まあ、辛いとこもあるけど、やっぱ絵とかすごい上手いし、あ、モチベーションにもなるって感じ。まあ、ちょっとは繋がりますね。やっぱ真剣にやらなきゃなって。こっちは受かってんのに自分はまだ受かってないから、 そこに対してのモチベーションにもなる。なるほど。なんかありますか、ブルーピリオドの印象。青い。あ、青い。あ、お、色だ。待って、深すぎる。ここに来てやっとなんか芸大生と会ったって感じ。え、青いっていうのは具体的に何かありますか。色もそうだし、うん、その未熟っていう点でもなるほど、青いし、すげえ、そんな深い意味が。読んだことはないです。何回返せさっきの。まあなんかそれはこいつが現役で合格してることに対して、まあなんかこれからですよねっていう。ああ、なるほどね。芸大に入ることをゴールとしない方がいいっていう。なんか自分も結構そんな感じするし、入ったことはすごい嬉しい、うん、けどそっから自分が模索していくのが結構至難。ああ、確かに、自分が何したいのかまだ分からないし、自分も、うん、それでそんな感じです。なんか引き込まれるな。こいつのせいでさ、なんかすごい心霊話してるみたいな。こけしかなみたいなさ。一応このムは二浪じゃん。この二浪からして現役合格ってさ、どう思うの。個人的にはそんな見下したりとかなんか一切ないし、うん、むしろすごいなって思うぐらいだけど、まあ、そのブルーピリオドの主人公が現役合格してるっていう部分が多分好き嫌いの原因にはなってると思う。あ、うん、浪人を経験してない分そこのリアルさっていうのは書かれてないから。確かに、みんなそこは言うんだね。現役と浪人とじゃやっぱりどっちも苦労するけど違う感じというか、うん、結構絵って書いていくたびに結構沼にハマっちゃうところがあるなって思って、で浪人すると単純にそれが増えるじゃないですか、はい、そこをちょっと見たかったなとか。ああ、一浪ぐらいしてくれてもよかった。いや、そうね。じゃ最後ブルーピリオドに対してなんか一言言ってもらえます。なんかブルーピリオドを読んだから受験を始めるっていう人いるけど、そういうの全然いいと思うんですよ、僕は。まあ、だから芸大の知名度を上げてくれてるいい部分がある漫画なのかなとは思います。いいこと言うな。あります。空を見ようって感じです。いいな、一言で来るパターンめっちゃいいな。いいね、本当に一言で、うん、これが一言だったらこの 100ことぐらい言ってたから、ね、結構言ってたよ。ダサいよね。空を見ようっていうのは、絵描いてる時ってうつむきがちじゃないですか。そういう時って足元とか手元とか見がちで、物理的にも精神的にも結構視野が狭くなりそうな、すごい窮屈な感じするから、やっぱそういう時上見た方がいいなって。散歩とか、私も芸大来るまでとか遠回りして噴水の方行って空見ながら行ってるんで、そういうの
か一番大事なのかなとか、なるほど、結構受験してると毎日書かなきゃとか、そういう焦りとか、なんか周りとの競争とか、そういうのでなんか息苦しく自分もなったし、みんななってると思うんですけど、真面目な人がきっと多いんでしょうね。そういう真面目な人たちってなんか、あれなんて言おうとしてたっけ真面目がゆえに、せっかく努力してるのになんか飲み込まれてっちゃって潰れてっちゃう人もいたりとかみたいな、聞こえようとしました。あ、違う違った違ったね。なんか真面目がゆえに、なんか毎日やんなきゃ、毎日予備校行かなきゃとか、なんかそういうのにとらわれて、なんか娯楽やってると罪悪感感じちゃうとか、なんかそういうので結構引け目とか感じる時とか、なんかもしかしたら多いのかなとか、そういう感情が出てきちゃうと思うんですけど、逆に休むことの方がなんか自分は大事だなって、そう、今日感じた。しかもそれが現役の時より一浪の時の方が自分は強く感じたんで、ブルーピリオドも現役でよかったんですけど、そういう一浪の部分も自分が見たいなってちょっと思ったのもあります。いや、コメントで今伏線回収したもん。読んでないです。読んでないけど、もう読んだ人のブルーピリオドに対して、まあ、現役合格だけれども、そこ以外のさ観点からも芸大生は見てるんだね。このもなんか聞いてたけど、それってなんかある？今のすごいいい話を聞いて最後なんかちょっと待ってね、なんて言ってたっけえ、お前あれそうでしょ。いや、まあ本当その通りだと思うし